新宿区にある平和記念展示資料館は来月3日午後2時から戦後75年企画として戦争をテーマにした漫画を執筆してきた漫画家たちによる座談会をオンラインで開催します。出演は太平洋戦争末期の海軍パイロットの物語紫電海の鷹や終戦後の自身の生活を描いた屋根裏の絵本描きなどの作者である千葉哲也さんをはじめとする6人の人気漫画家たちです。座談会の模様は動画サイト YouTube で無料配信、視聴方法など詳しくは平和記念展示資料館のホームページに掲載されています。